なんで俺攻撃してんのあいつは。おいガキ、ガキ仲間だろ。なんか嫌な予感したんだよ。なんかなんか普通にさ、え、やりに来てるよねやっぱあの子。え、あの子やりに来てるよね今の行動。普通にスキルしよう。まとまって、まとまってきた、まとまって。よし。さすがに、さすがに両親が痛むから違うやつ倒すの。さすがに、さすがに今両親が痛んだ。マジで。マジで両親が痛んだ。カライハと協力するわ。任せな、カライハ。ごめん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 。もう分かんない分かんない、どれが敵か分かんない。ちょっと待って、どれが敵か分かんない熱い共闘してしまった15% やって、やばいは 15% やって。いや辛いか、シャーカいんのか。シャーカーいるだけでさ、やっぱ戦闘力がダンチだからさ、シャーカーという武器が。あとあいつだけ、あいつだけ逃がすな、逃がすな絶対。あーでも蚊に溜まるな相手。まずい、まあ、任せな。はあ、まずい、反逆だ、まずい。スプラトゥーン最高スプラトゥーン最高。え、なんか来てる。えー、何こいつなんだこいつまずい、何かが来ていた。また来てる、まずい、気づいてるこいつ、こいつ気づいてる。俺たちが辛いハをいじめてることに。なんて優しいやつなんだ優しすぎでしょあのブラスター。ヒーローがあいつ優しすぎだろ。あれ辛いは全然濡れてないね、スプスピいるのにね。どうしてだろう、あれは 15% しか濡れなかったか。なんか俺普通に性格悪いな、やっぱ。俺このゲーム向いてないかもしんない。こういうゲームじゃないんだよ多分任天堂の想定は。負けないぞーぐらいの対立だと思ってる。でも現実は違うんだよね。何これなんだいこれは。さっきまでのワイワイバトルはなんだこのシャーファーは。そして丸美さんはやっぱや、いやもうマジでね、アップデートした方がいい。さすがに、さすがにこのシャーカーか、シャーカー一回削除でもいいぞ俺使ってるけど。一回削除でもいいレベルだこれは。やはりこれはっかじゃん本当に。なんだこいつかっこよすぎでしょそれねえ。今のかっこよすぎだろあいつ。やられといた方が良かったかな、かっこよかったから。今の踏んでないんだ逆に。絶対踏んだと思ったわ。いや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 、天才じゃん。虫を蹴散らすかのような圧倒的なカニの性能。あ、回線抜いた、怒りの回線抜き。あ、あ、待って、これラグい、待って、あ、やばいやばいやばい、ちょっと待って、これ俺も落ちる、もしかして。待って、動くな、これ動いたらやばい絶対、これ動いたら絶対やばい。ここは回線を大事に、これも戦いじゃない、もう敵との戦いじゃない。ダチオと
ダチョウについていくわ、とりあえず。こいつは安心できる背中が。で、これとりあえずこのセイキン TV と、セイキン TV とこう。よし、アライハ唐辛子とかチーズ牛丼にタバスコかけちゃうタイプなんだろうな。スキヤのチーズ牛丼に絶対タバスコかけるタイプでしょう、カライハ。信じられないわ。餃子食べるときラー油とかかけるんだろうな。信じられない。カレーも辛口選ぶんだろうな。甘口と辛口やったら辛口選ぶんだろう。信じられない。絶対潜伏いない。え、潜伏だよね、これ。ここだ、ここ、ここ、やったか。めちゃくちゃ味方死んでない、なんで。もう俺も死んだわ、お疲れ。沼すっこみで一人殺して抜けるわけよ。チャーが抜けてるの、左のいらん。はい、味方死んだ。これどうだ、この俺の天才的な判断による塗り、間違いなくこれはこちらのチームの勝利と言っても過言ではない。ミニンケーキより初期パワー高い。ミニンケーキタルコフ下手だしね。そこの魚、ミニンケーキってマジでスプラトゥーン以外下手くそじゃない、まあ、そういうパターンだよね。だから繁盛と同じパターンな気がする、ミニンって。うますぎる今の人だって。天才か、私天才、私これ、私これカバー欲しいよ、私これカバー欲しい。あ、待って、あ、びっくりした、ラグったのかと思った。地面打ってるだけだったこいつは。おい、鉛筆折るって鉛筆折るんやけど。ねえ、ボコスカ言ってます、鉛筆さん、ボコスカ言っとります。待って、鉛筆だけやっぱ音量ミスってない？ねえ鉛筆の音おかしいんだけど。それだけタルコフなんだけど。ツッコめー、ナイス、最強か。味方のカバーしてあげて。で、どうせラクトだから当てれなくて相手、あと塗るだけでいいと。ラクトの抜けだけが負け筋なんで、もうこいつ適当にこうやって処理して、あとは適当に思い出キル、思い出キルを取りに行く。思い出作って、よし、これさすがに鉛筆だからプラス20ぐらいくれん。え、これマジでさ、ナイブレード低くね？絶対。ねえ。これ前回の巨人軍とやったやつでレートが下がってる説ない？でも、ビューテー2400超えてるからな。いや、そんなことないよ。めっちゃもらってる。